旅の収穫だ。なんでこんなとこにわざわざ来たんだ。おや、なんだか嫌な予感がするんだけど。別に怖がってなんかないからな。ただお前の身の安全を心配しているだけで。ほら怖い話とかによくあるだろう。薄暗い荒れ地にいきなり人影が現れるなんてこと。おいらの直感がここにいるようなやつは普通の人じゃないって言ってる。もし声なんかかけられたりしたら食べられちゃうかもしれないぞ。君たちは誰？旅人？もしかして外国の人？いや、そんな格好見たことがない。まさかあの世から来たのか。俺は葬儀のためにここに来ただけで悪いことをしてたわけじゃないんだ。どうかご勘弁を。見たところただの怯えた一般人だな。なんかオイラよりもビビってるぞ。ここはオイラの出番だな。そう怖がるなって。別に何かしようってわけじゃないから。俺に何を。おいおい、そんなビビるなよ。とにかく落ち着けって。落ち着け、それってつまりおとなしくしなかったらひどい目に遭わすってことか。来るな、俺は何もしてない。来るな。おい、だから何もしないって。おいら何かまずいことでも言ったか。何か問題でも起きたら大変だ。とりあえず追いかけよう。どうしゅう、幽霊が。いや、そんなにびっくりしなくて大丈夫だよ。彼らは幽霊じゃなくて普通のお客さんだから。そうだぞ、幽霊じゃないって言ってるだろ。なんで信じないんだよ。でもお客さんって言うのもなんか違うけど。ごめんね、
彼はうちの新人のモ。初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。葬儀、葬儀。ああ、勝利が家系をやってる往生堂も確かそういうのを専門にしてたよな。あれ、勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、往生堂の道主。主な役割は、うん、生と死に関わることをちょっとね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。もし往生堂にしてほしいことがあったら何でも言って。そうだぞ。それに往生堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから。今はそうじゃなくてもいずれ必ずね。往生堂は予約サービスも受け付けてるよ。私たちはあなたにとって最良の選択。ただし予約時間は正確にね。じゃないといろいろ面倒だから。まだ決まりそうにないならそう言ってちょうだい。その気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうから。ストップ、ストップ。そのどっから突っ込めばいいんだ。悪いな、同志は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。道主が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい。往生堂、無謀の丘、葬儀、この3つの単語が並べば自然とわかるでしょ。説明する必要はないと思うけど。それに用がないのに無謀の丘に来るなんてあなたたちこそ普通じゃないと思うよ。普通に対する認識がすごいずれてないか。冒険、あー、見たところ冒険者協会の一員かな。お客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級？なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。甲、桃、竹、木の4つ。上に行けば行くほど親身に接する。そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ。考えても見て、冒険者は毎日険しい山々を越え秘境を探索し数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方がそちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。え、まさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。
そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが往生堂の仲介役になってくれたら、いろいろと融通が効くと思うの。何か欲しいものとかある？もしくは手伝って欲しいこととか。ああ、オイラたち人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくて。それなら私に任せて。あなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからね。I'm asleep? Imagine this is cute, huh? I'll show you the lobby of this cosplay. だから私と取引しておくとお得だよ。さあ行こう、友よ。リーユエコーに戻って商売の話をしに。いつから友になったんだよ。往生堂、聞けない人。もしかしてそれってこの世の人じゃないんじゃ。うい、なんか変わったやつだな。あら？またあなた？そちらの商売には興味がないと言ったはずだけど。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。見てください、あなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから。前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらに最初のお客さんには特製の箱を100個おまけしてあげます。あとあと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加料金を取りますけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。あ、安心してください。とーっても安いですから。その、私の考えを全く分かってないよね。分かってますって、お金の話でしょ？けど私たち往生堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよ。ほら、外での冒険には危険がつきものじゃないですか。雨が降り出す前に戸や窓の修繕を行うっていうでしょ。つまりそういうことです。そんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけど。それに準備するっていうなら
冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけど、これ以上は時間の無駄みたいね。私も忙しいの。ちょっと待ってください。じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人いたら3割引きってどうですか？どうしゅう、もうやめましょう。これ以上やるとまた戦艦軍が来ますよ。見たところ往生堂のサービスを売りつけてるみたいだな。はあ、一旦往生堂に帰るしかないか。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなの。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。私も冒険者協会の人から変わり者として扱われることがあるけど、それってその人たちがまだフータウに会ったことがないからよね。こうなったらいつもの手段を使うしかないか。もうあなたに任せてた報告はできた？あ、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方本当に役に立ちます？絶対に効果があるから安心して。これは往生堂に代々伝わる方法なんだから。まず必要としているお客さんが往生堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取り、そこに依頼内容を書いた後、門の隙間から島内へと入れる。その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと葬儀だろうとお客さんの要望通り満足させる。まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし、けど一度にまとめて焼ければ。そうじゃありません、同州。俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないことです。いい、商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。往生堂だってそう。もし客層を広げずに過ごしてたらどんどん顧客を減らすことになっちゃう。業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから。過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、戦艦軍にきれいさっぱり剥がされちゃってね。臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。これこそが歴代同士の知恵ってやつだね。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけ。さっきの冒険者協会のようにね。つまり業務開拓を行ってるの。別の方法がいいなら木札に1個買ったらもう1個おまけって言葉を書くとかどう？何を買うんだ？それはもちろん丈夫なもう一つの家だよ。
すぐに使う予定がなくても大丈夫。王城堂の品物は質に自信があるからね。まず先に壊れるなんてことはない。さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。私たちの今後の商売に関わってくるんだから。けどやっぱり俺、あ、わかった。割引が足りないと思ってるんでしょう。そうでしょう。確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけど、うん、昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね。うんうん、少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて、すぐ終わるから。おいらたちは新入りじゃないぞ。仕方ない、この辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。